出版部ジョージスチール、ジョージスチールでございます。人間ゴリラ268パウンドサンダースギヤマ、子供さんからおじいちゃんおばあちゃんまで大いに人気を高めておりますサンダースギヤマ、紹介されました。さあこの一戦ですけど、山田さん、サマーアクションシリーズの開幕戦で一度顔を合わせて全く試合にならないまま、サンダース杉山が反則勝ちを収めたんですけど、今日はどうでしょうね。そうですね、そういったあの因縁があるだけに、何か試合前から杉山君がちょっといつも以上に燃えてるというような感じですね、はい、このサマーアクションシリーズに参加した、外人勢はですね、ほとんどがテクニシャン揃いだったんですけれども、ただ一人このジョージ・スチールがすごいラフファイトを展開して注目は集めてましたですね。そうですね、非常にね、あの体型もね、ずんぐりむっくりしたところが似てて、はい、お互いにタフネス揃いですからね、これもタフクラブとも言いましょうかね、全日本で会場で売っておりますプログラムによりますと、このジョージ・スチールはハイスクール、大学と学問の方は優秀で、大学を卒業した後は学校の先生をしていたというんですけれども、この表情、形相から見ますと全く信じられないような話ですよね。そうですね、この人ホームリングはですね、ミシガン州のデトロイトなんですけれども、はい、そこの地区でですね、自分のホームグラウンドでやるときはよくマスクなんかつけてですね、なるほど、ザ・スチューデント、つまり学生というようなニックネームで、ね、登場するって言うんですね、はい、まあ、そういったところにもちょっとインテル風なところが感じられますね。そうですね、黒いタイツの下から早くも武器を取り出そうとしておりますジョージ・スチール、先に見つけましたサンダー杉山、武器を取り出す暇を与えません。あと武器に手をやりました、武器に手をやりました、手に持ちました、ボディに突き刺した、ボディに突き刺したジョージ・スチール、試合の序盤戦から早くもラフを展開しておりますジョージ・スチールであります。サンダー杉山も十分にこれを気をつけておりましたが、レフリーの資格をつきましてジョージ・スチールが武器を取り出しました。大きく息をついております、ジョージ・スチールです。パンチを見舞いました、首の根っこに大きい拳でパンチを振り落としておりますジョージ・スチール、身長が188センチ、体重が132キロ、なかなかの巨体です。全身を覆います針金のような剛毛、ご覧いただけますでしょうか、ゴリラそっくりな頑丈な巨体であります。凶暴そのもののジョージ・スチール、ロープの最上段、ロープを利用しております、首を引っ掛けておいて噛みつきに行きました。早くも展開するジョージ・スチールの非常に悪なさな技であります。正面から見ますと、今日はどうでしょうか、緑の下で、まあ、売り物にしておりましたけれども、ジョージ・スチール、日本は、まあ、真夏になりますと怪談ムードが漂うわけですけれども、正面を向きますと何でしょうか、真夏の怪談ムードがぴったりな選手ですね。あっと狂気を取り戻した、狂気を取り出した、タイツの下から狂気を取り出しております。キャンバスに大の字でありますサンダー杉山、ちょっと最初から荒れ模様でサンダー杉山得意のパターンに持っていくことができません。流血戦に強いと言われておりますサンダー杉山、このサマーアクションシリーズもなかなかの好調ですが、早くも血がにじみ出ました。にじみ出たというよりもバーッと血が吹き出した感じであります。そうですね、しかしね、これぐらいのことでね、杉山君は闘志を失っちゃいけませんね、はい、流血といってもね、これは目が見えなくなったり、うん、瞬間的に貧血を起こすといったハンデはありますけどね、はい、まだまだね、杉山君の体力ならもっとやらなきゃいかんですね。そうですね、殴る、蹴る、噛みつく、ありとあらゆるダーティーファイトの名人でありますジョージ・スチール、もう一回武器を取り出して額に打ちつけます。大きな線抜き状の鉄製のものです。サンダー杉山、キャンバスに倒れました。全く攻めることができません。今夜のサンダー杉山です。その武器をこれ見よがしに口にくわえております、口にくわえております。すごい形相、ジョージ・スティール、私どもの放送席を睨みつけました。
何か山田さん、私たちもこのジョージ・スティルの目と目が合いますと何かこの放送席に飛びかかってきそうで怖いですね。そうですね、普段ね取材に行ってもこの人はどうも苦手で嫌ですね。嫌ですね。あとサンダー杉山がその武器をもぎ取った。熱い胸板にその武器で攻めまくる。針金のような背中、これをしたたが打ちのめす。首を取って首投げに行った。思い切って打つ、思い切って打ちます。足を取った、フォールに行く、そのままの体勢。カウント3だ、カウント3、カウント3。サンダー杉山首を取りましてそのまま抑え込みにかかりましたが、非常にスピードのある攻撃でした。興奮してまだ武器を捨てません。サンダー杉山すでにフォール勝ちであります。これはおまけでしょう。サンダードロップ、サンダードロップ3発、おまけにサンダードロップを見舞いました。苦し紛れにリングの外に出まして、一番最前列にやりました。椅子をリングの中に放り投げました。椅子をリングの中に放り投げました。かなり興奮しております。返り血を浴びましてジョージ・スティールの花っ柱にもサンダー杉山の真っ赤な血がべったりとついております。サンダー杉山の勝ちです。すでにフォール勝ち。30分の一本勝負、サンダー杉山相手の武器を手に奪いまして見事にフォール勝ちを収めました。